これに比較して現在開発中の次世代機では約 0.8 秒で芯を読み込み切り替えることができます。次にキャラクターの動きをスパイダーマンが速度を上げながら移動するシーンを例に比較します。 PS4 Pro では移動速度を上げていくとその性能制約から描画が追いつかなくなります。販売中の PS4 版ゲームではキャラクターの移動速度に制限をかけることでこれを防いでいます。一方、現在開発中の次世代機ではスパイダーマンがニューヨークの街中をスピードの制約なく移動することができます。この2つの比較デモは PS4 ゲームスパイダーマンの素材を用いて2週間程度で撮影しました。